でです堺ですさあ行きましょうか質問芸大の試験で髪がいつもと違って100%力が出しきれなかったという話を聞いたことがあるのですが芸大や美大の試験で用意されている画用紙はツール図で買えるものと質が違ったりしますかはいうんという質問なんですが。 はい、えっ、ー、と、まあ、大学いろんな大学、まあ、芸,芸大って書いてあるか、まあ、芸大の中でもなどんなコースなのかとかそう,です、ね、そういうのは書いてないんですけど、まあ、コースによって紙って違ったり、はい、あと、まあ、年によっても少し違ったり、はい、たまにですけどね、はい、その去年とは違う紙になってたみたいな、はい、そういうわず、まあ、かな差ですけどそういうことを話は聞きますので。 えっとまあ、去年と同じ紙である場合もあるけど変わることもあるっていう前提で受験生は、えっと、気持ちの準備をしておかないといけないと思います去年と同じ紙とは限らないという意識がすごく大事で、まあはい、ちょこちょこ変わってるからこういうものって変わった時にそんなに慌てちゃだめっていうか、うん、<laughs> あ変わったなぐらいで、うん、よしじゃあ対応して,していこうと。 うん、もうなんだよっていう子なんか絶望しちゃうような <laughs> そんぐらいではちょっと,えっと右往左往しすすぎですね <laughs> それぐらいの対処は一気さあのなさんていうか想定内っていうぐらいの気持ちでいないと「おう変わったぞ」と「よし」っていうぐらいであん,んかもうその,そのちょっとでもそういうことがあったらもう100%の力出せないっていうふうに考えちゃうのは。 うん、ちょっとこう準備の仕方として、うん、なんかこうなんていうんだろうなメンタルがこう弱い感じがしちゃうんですけどねいろんな困難があるんだと前提で思ってないと、うん、入試っていうのは、うん、だって先生たちは揺さぶってくるわけですからね揺さぶってきます、はい、試験っていうのはそんなにすんなりはいかないぞと <laughs> いかないそのぐらいのつもりでいないとは思いますよふっと変えたりしますからね。そうですよね そここが本当に怖いとこですよね。うん、その用紙だけじゃなくて課題の内容を急にちょっとこう目先を変えてきたり、うん、基本的にはそういうことをしてその,その生徒の本来持っている資質みたいなものを出させようとするわけですからね入試っていうのはだからその性質っていうのはすごくあのそういうもんなんだってまず思ってあの準備すべきだと思いますよ。 なんか昔芸大デザインで平面構成で筒状にして提出みたいな、はい、ああそうなんですよね。<laughs> ありましたよね。紙、まあ、を、まあ、普通平らですよね。うん、でこう平らな絵をくるっとこう丸めて円筒形にして、うんえっと、採点しますよというふうに課題文に書いてあって、うん、そのつまり、まあ、横長の普段の画面なんだけど。うん 紙が普段のボードよりは全然やっぱり薄めの紙でまあ曲がるんですよね。それでその両脇をこう丸めてくっつけられるようになんか裏にこう両面テープみたいなのがまあどうやら貼ってあったっぽくてでもまあ書くときは平らな状態で書いてで円筒形にせずに提出するその円筒形にして採点しますよみたいな,なんかそういう課題文の書き方なんだけど実際は別にあの提出は 平たい状態で生徒は提出して採点、はい、の時は先生たちが円筒形にしてみたりとかしたんですかねどうなんのかわかんないですけど <laughs> まあでもその円筒形になるってことは継ぎ目のない絵を描くってことだと思うんですけどそういう年が急にあったりなんていう時もあってもうそれ完全に紙違ってますからねそうですね紙も違うし、うん、まあちょっとしたそのここが継ぎ目ですみたいな、うん ものができないようにトーンが左右でつながるようにっていうことは,はい、はい、その場で起点が効く人なら配慮するんだけど、うん、まあ全くそういう起点聞かずに普段とただ同じことを何の意識もなんか配慮もなくやっちゃってる人もまあ中にはいるんですかねそうじゃないですか、ねうん、多少の起点は聞かせたいですよねいやだからそういうこうグイッと変わる瞬間があるんでそうですねいつもの感覚であの。うん 望むのも大事なんですけど何か違ってても大丈夫なようにしておく必要はありますすそうでね今の円柱形にする課題もそれを課題文試験上で読んだ時に受験生がそれをどう思ったかなんだこれって思うのかそのぐらい全然分かった分かったって受け止められる人もいて。でももどっち まあ初めて見るような課題なわけで初めて見たからといってもう右往左往しちゃう人とあそういうことならちょっと対応しますよっていうぐらいで余裕でいられる人っていうのがやっぱりいるわけだからまあ後者になっておきたいですよね、うん。そうですね、はい、み,みんな多分そこは平等なはずなんで、はい、そこでこう、はあいやどうしよう、はあ、はあ、っあっってると、<laughs> そうなってると若干その心理的損は大きいですよね。うんうん、何でも。 どんなことでも起きろと、なんかその、そのぐらいのつもりが大事だと思います。やってこい想定外ですよね。っていうのかな、でも、想定内、それが、みたいな。想定外、いらっしゃいで、それを、想定内って思うっていうことですね。うん、みんな困ってる、よしみたいな。むしろ、そうやって、ひっかき回してきてくれと、芸大の先生に。みんな、おろおろしちゃうわけですね。 そこで落ち着いて対処できる人が、うん、あの本物なんだとしたら、まあ、自分に自信を持ってねそういう気構えでいてほしいなと思いますそうです、ねはい、それでお願いしますはい、はい、お願いします、はい、今日はそんなところでしょうかねはい、はい、今日は以上になりますそれではまた次回ですそんじゃねさようなら